はい、皆さんこんにちは。先ほど話された土井先生は、宇宙に行ったことがある人ですけれども、私は望遠鏡を使ったり、あるいは物理学の理論を使ったりして宇宙のことを見ている、宇宙のことを調べている天文学者です。同時に先ほど土井先生も紹介されましたけれども、京大の中でですね、宇宙ユニットといって、文系まで含めて幅広い学問を総合して宇宙のことをいろいろ考えてみようという、そういうユニットに私も長いこと参加してまして、今日私が話するのは、私の専門の天文学というよりは、私がこう何年か、人文系の先生方と一緒に開拓してきた新しい宇宙の学問のことをご紹介したいと思います。でこの写真ですね、ずいぶん古い写真に見えますけども、これは太平洋戦争前ですね、1940年前後に京都大学の火山天文台で行われた、一般公開の写真です。着物姿、紋別姿の人々が望遠鏡を見ているのが見えますね。で、遥か昔からですね、人間は宇宙に興味を持ってきたわけです。そして宇宙に憧れを持って、好奇心を持って、宇宙のことを知りたいと思ってきた。私も宇宙に興味を持って、天文学者になったわけですけども、なんで人は宇宙に惹かれるのかという話を最初にしたいと思います。でこの前に、皆さんお見せしているのは紫外線で見た太陽ですね。これは本当の太陽の写真です。紫外線ですけれども、で、ここにちっちゃく地球がありますね。だいたいこれぐらいの大きさになります。位置はもっと本当は遠いですけど、太陽地球の100倍ぐらいあります。大きな星です。で実はですね、世の中にはですね、この宇宙にはもっと大きな星があります。これは赤色巨星というですね、真っ赤ですごく大きな星です。これは本当に、赤色巨星の写真を見ているわけではなくて、これぐらい大きいのというのを説明するためにですね、ここに太陽を置いて、地球の100倍大きい太陽がこのぐらいの大きさだとすると、こんなに大きな星が、世の中にはいっぱいあるんですね。で私、子どもの頃にこの赤色巨星の、ことを絵本で読んで、世の中にこんなでかいものがあるのかと。それはワクワク感というよりは半分以上は恐怖だったんですよね。恐ろしいと思いました。怖いけども恐ろしい、その怖さとワクワク感の入り混じったような世界にすごく惹かれて宇宙のことを好きになりました。で私京大以外にですね、京都精華大学っていう芸大でも、授業してるんですけども、そこで芸術を学ぶ学生さんにですね、宇宙のことがめっちゃ好きなんですっていう人が、いました。で、あなたが宇宙のことに触れるときに感じる感動は他のどういうときに感じる感動に似てますかってその人に聞いたらですね、彼女はしばらく答えてですね、しばらく考えて、めっちゃ変わったフェチの人を見たときと答えました。皆さん意味わかりますか？僕はすごくよくわかりました。これは僕にとっての赤色巨星と一緒なんです。つまり自分の理解を超えた存在、自分の日常感覚を超えた存在、自分の知ってる世界ではない世界でも、それが本当にそこにあるんだっていうことに対する感動なんですね。自分の知ってる世界だけは世界だけじゃなくて、自分では全く知らない世界がでもそこにあるっていう、この世界に対する憧れというか、恐怖も混じるかもしれませんが、そういうものが宇宙の魅力だと僕は思っています。でダンゴムシの話はこれだけなんですけども、私これがそういう宇宙でですね、人文社会系の学問をする意味はどこにあるのかっていう話をするときによく紹介する話です。私の研究ではなくて、信州大学の森山徹さんというですね、動物行動学者の方がですね、ダンゴムシに心はあるのかという本を書いてあります。で森山さんはどういう研究をしたかというとですね、ダンゴムシって不思議な性質があって、右左右左って交互に曲がるんですね、障害物にぶつかるごとに。それはその方が逃げるのに有利なんですけども、それはある種ダンゴムシの小さな小さな神経細胞の中に刻み込まれた本能なようなもんだと、みんな思ってるわけです。で森山さんは何をしたかというとですね、そのダンゴムシをある迷路の中に入れた。その迷路はですね、自動的にくる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 回せるようになっていて、ずっとダンゴムシが右左右左って曲がると同じところずっと行ったり来たりするようになっている、そういう仕掛けがあるんです。そして彼は何を発見したかというと、ダンゴムシはですね、何十回か行ったり来たりを繰り返すと切れます。ムキッとなって壁を登り出したり、ぐるぐる回り出したり、右右右って回ったり、今までしなかった彼らの本能にはないと思われてた振る舞いをします。で森山さんは、それをダンゴムシの隠された心だと、つまり単調作業に耐えられなくなる彼らには心があるんだと、そういうふうに言われるわけですね。
まあこれを本当に心と呼ぶかどうかは、まあそれは解釈がいろいろあると思いますから置いておきましょう。でも大事なことは、このダンゴムシの知られざる性質は自然の中でダンゴムシを観察しても多分わからなかった。そうじゃなくて、ダンゴムシ的にありえない新しい環境に置いたからこそ、そのダンゴムシの知られざる性質が見えてきたわけです。つまりある対象を、その対象にとって全く新しい世界、非常に極端に異なる世界、新しい環境、そういうところに置いてやると、その置かれた対象の今まで知られていなかった性質が明らかになることがある。というわけで、宇宙は人間にとっての新しい環境です。つまりダンゴムシの新しい知られなかった心が、知られてなかった心が迷路の中で見出されたように、人間が宇宙に行くことで、人間もしくはその人間の集団が作る社会、それらの今まで知られてなかった性質が明らかになるかもしれない。そして僕自身がその天体のことを知りたいと思って、宇宙のことを知りたいと思って天文学者になったように、人間のことを知りたい、人間が作る社会について知りたいと思って、その好奇心に駆動された学問というのは人文社会系の学問ですよね。つまり人間のことを知りたい、社会のことを知りたいと思っている人文社会系の学問にとってこそ、人間が宇宙に行き始めた今、宇宙はそれらの学問のフィールドになりつつあるわけです。なので私は、まあ、ここ何年かいろんな人文系の研究者と一緒に、まあ、人文社会系の研究者と一緒に、宇宙と何とか学みたいな研究をいっぱい始めようとしてきました。そのうちの一つはですね、倫理学と宇宙という分野です。倫理学、皆さんどんな学問か想像、つきますかね。倫理、つまり人間はどう振る舞うべきか、どういうものに価値を見出すのか、そういうことに興味を持って探求している学問です。哲学の一分野です。でもちろん宇宙開発にはさまざまな倫理問題がつきまといます。例えば宇宙飛行士の安全はどこまで、確保されるべきであるかとか、それから人工衛星のデータがですね、どんどん解像度が良くなってくると、今度はプライバシーの問題があります。そのプライバシーの問題と衛星データが向上することによる利便性はどちらを優先されるべきか、まあ、いろんな倫理問題があります。まあ、そういう宇宙開発に伴うさまざまな倫理問題を解決するためにも倫理学は必要なんですけども、でもっと大事なのはそれではない。そうではなくて、人間の倫理とはどういうものか、人間はどういうものに価値を見出しているのか、どのように振る舞うべきなのかという倫理学の根源的な問題について、宇宙という新しい環境が新たな視点を投げかけてくれるわけです。例えば我々は火星の環境、今もしかしたら微生物住んでるかもしれませんけど、まあ砂漠みたいなところですよね。それを我々の住みやすいように変えることはですね、それって火星の環境破壊なんじゃないか。逆に我々人間がそういうこと、非常に異なる環境に行くときに、環境を変えられないなら我々が変わるしかないですよね、生きていくためには。例えば遺伝子工学や細胞技術みたいなものを使って人間を改変すること、それは今の地球ではもちろん倫理的に許されないとしています。でもそれが火星とか他の天体という新しい環境で生きていくために必要なことだとしたら、その倫理の前提は変わるかもしれない。そんなふうに宇宙っていう全く異なる状況がですね、我々の価値判断、何をすべきかということを考える前提となっているようなことをですね、ひっくり返してくれる。そのことによって我々は倫理というものに対してより深く考えることができるわけです。まあ、そんなことを倫理学者と一緒にやったりしています。歴史研究者と、一緒に研究もしています。私自身天文学者としては太陽のですね、太陽活動、太陽の爆発とかを研究しているんですけども、太陽で爆発を起きると何が地球に起きるか、一番昔から起きることが知られているのはオーロラです。で太陽ですね、どれくらい大きな爆発が起きるのかっていうのは、どれくらい大きな地震が起きるのかと一緒ですね、いろいろ面白いことなんですけども、なんせ近代観測が100年ぐらいしか歴史がありません。でも昔から人々は天変地異を記録してきました。例えばここに後ろに出している絵はですね、江戸時代ぐらいにですね、日本、しかも京都ぐらいでもオーロラが見えたんです。京都で真っ赤なオーロラが見えたことがあります。1770年です。その時 の日本中で見えたオーロラの、絵を表しています。これ右上のは本当 のオーロラの写真ですけども、でですね、当時はもちろん人々オーロラなんか知らなかったからですね、なんか火事かとかなんか思ってこう屋根に水かけたりとかいろんなことしています。で日本の記録だけじゃなくて、例えばバビロニアのですね、粘土板に刻み込まれた楔形文字の中にもオーロラみたいな記録が残っています。そういう天文学者に読めないけども、歴史研究者たちが読んでいる文献を読むことで、我々は過去の太陽活動を知ることができる。だから歴史文献がサイエンスに役立つ。
それだけではなくて、こういう天変地異を見たときに人々がどのように反応してきたかということをつぶさに見てやるとですね、例えば日本とか中国のような東アジアでですね、自然科学、近代科学みたいなものがどんなふうに人々の考え方の中に根付いてきたかということの変遷を見ることができます。昔は天変はですね、空からのお告げだったわけですよ。地上の世事が悪いから神様が怒ったみたいな、そういうことをしている。でもだん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 ですね、人々の記録は客観的になってきてですね、これ確か100年前に起きたとうちのじっちゃんが言ってたあれかなみたいな、そんな傷が出てくるんです。だん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 人々が迷信の世界から科学の世界に、あるいは宗教的な考え方から合理的な考え方に少しずつ遷移してくるのか、これを追っかけることに見える。それはどちらかというと歴史研究者の興味です。我々は天文学者と歴史研究者が一緒に研究することによって、サイエンス、天文学のサイエンスに役立つし、そういう人間の考え方の歴史も同時に研究しています。宇宙人類学というのをやっています。宇宙人の研究では、ありません。人類が宇宙に行く、そのことが人類に何をもたらすかという研究です。でこれ有名な写真ですね。アポロ17号が撮った地球の写真です。この写真見て皆さん何を思いますか？綺麗だなと思いますか？この写真はアポロ計画というですね、言うなれば米ソの、冷戦、軍事競争の産物としてあった宇宙のミッションが、しかしこの宇宙から見たこの暗闇に浮かぶ青い星の写真を皆さんに見せることによって、あ、人類みんな兄弟なんだなと、この上で殺し合うのはあまりにバカバカしいということを教えてくれた写真ですよね。でも同時にこの写真は別のことも訴えかけていきます。ここから出たら生きられないんじゃないかという閉塞感です。そう思いませんか？ここから出たら出られない、こんな小さな地球、我々今グローバル化という名のもとに地球はどん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 狭くなってます。どん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 人々は行き来も容易になってくる、そしてコミュニケーションも容易になってくる。それ我々何をもたらすか？それはいい面ももたらしますが、別の側面は文化の確立化、均一化です。文化人類学者のレヴィ・ストロスがこんな言葉を残しています。想像に満ちた偉大な時代とは、遠く離れたパートナーと刺激を与え合える程度に情報交換ができ、しかもその頻度と速度は集団個人間に不可欠の壁を小さくすぎて交換が容易になり、確立化が進み多様性が見失われない程度にとどまっていた時代。すなわちレヴィ・ストロース、文化人類学者のレヴィ・ストロースが言っていることは、本当に人間がクリエイティブであるためには、人間の間には、人間の集団の間にはある種の隔絶がないといけない。あまりにもコミュニケーションが容易になってしまう、息が容易になってしまって、まさにテッドのコンセプトです。アイデアズボースプレッティングが地球全体にスプレッドした結果、みんなそのアイデアを持っちゃったらなんてつまらない世界だろう。でも今や地球上はすごく狭くなってます。交通手段の発達、そしてインターネットの発達によって非常にコミュニケーションが容易になってる。もう人間はクリエイティブになれないんじゃないか。じゃあどうする？遠いところに行ったらいいんじゃないと。ちょっと無理やりですかね。でも実際行こうとしてる人がいるわけです。火星に移住とかね、他の天体に行こうとしてる人たちが、その火星に行こうとしてる人たちがね、人類の多様性を求めて行ってるのかどうかは知りません。ですが私自身は、人類が地球を出て他の天体行くこと、宇宙へ行くことは地球のためになるとはなんとなくあんまり思えません。だけどもこの人類全体が狭いところでどん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 文化や考え方が確立してしまって、創造性をなくなってしまっているときにですね、全く離れた環境において我々地球の文明から孤立した、ある程度孤立した、ちょっとは行く気があるけど、ある程度孤立した文明がそこにできるということは、おそらく人類の新たな多様性の種になるんじゃないかと思っています。さあで、多様性はみんな好きな言葉ですけど、じゃあ本当に嬉しいのか、その多様性は。もちろんいろんなものがあるのはいい、一般にはいいことですよね。だけども例えばさっき倫理のところで言ったように、宇宙っていう極端な環境で人々が住むとしたら、その人たちは遺伝子工学を使って体を作り変えるかもしれない。人間と人間じゃないものの間の存在になるかもしれない。あるいは地球を出ていくような人たちは、そもそも地球的なものが嫌で出ていくのかもしれない。反地球的な考え方を持った集団としていくのかもしれない。
倫理の前提が変わると言いました。倫理の前提が変わるということは、その人たちは違う倫理を持つかもしれないんです。違う倫理を持った人というのは、我々にとっていいと思うことをいいと思わず、悪いと思うことをいいと思うのかもしれない。そういう集団ができることは我々にとって幸せなのかというと、それは微妙だなと思います。もう今から何十年前に生物学者のホールデンさんがこんな言葉を残しています。宇宙というのは我々が想像する以上に奇妙なところが、想像できる以上に奇妙なところなんだと。つまり宇宙で花開く人類の多様性というのはですね、なんかこうみんな違ってみんないいな、バラ色な世界ではなくて、おそらく今の我々にとって気持ち悪い、恐ろしい、グロテスクな、そういう新たな存在が宇宙にできることだと思います。さあ皆さん、そんな未来欲しいですか？まあ何とも言えないですよね。何とも言えないです。そのアンビバレンスこそが僕は宇宙の魅力だと思っています。別の人の言葉を最後に紹介します。京大のですね、まあ人類学者とか生態学者の有名な今西欽治先生の言葉、今西先生が宇宙を語ったこんなことを残します。私なんかは自分の一生については自然が破壊されていくのを悲しんだりしているけれども、人間の一生を考えたらサイボーグでも何でもいいから、もっともっと発展してほしいという気持ちになるねと。わかりますか？自分一人の一生、自分の身の回り、自分の子供たち、自分の友人たち、そういうことを考えたらですね、やっぱり今の自然がいい、今の地球でもっとより倫理がいい、あまり変なことしたくない。だけども自分一人の一生ではなくて、この宇宙に生まれた人類として、あるいは生命として、この先どこまで人類が続くのか分かりませんが、その人類がどこまで、まあ、発展というかですね、何かを生み出しうるだろうかっていうことを考えたときは、今の我々の感覚化すれば怖くて恐ろしくて気持ち悪いもんだとしても、やっぱり遺伝子工学だろうがサイボーグだろうが何でもいいから、どん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 イケイケどんどんで発展していってほしいという、この2つの矛盾する考え方を同時に持つということを今井先生は言っています。僕自身も同じことを感じます。この地球上でですね、確立化された文化でずっとこの地球上で持続可能な社会を作るためにですね、こう大きな発展もないままずっと続けていく、それよりはやっぱり新しいものをなんかこの宇宙に生まれてきてからには生み出したい。でもそれが、その生み出すものがですね、我々、今の我々を幸せにしてくれるものかといったら、多分まあそれは微妙というか違うんじゃないかなと思う。このある種の宇宙と人間の関係のアンビバレンス、これ自身が宇宙と人文社会科学という学問の魅力だと思っています。ありがとうございました。